今回日本ブースのキュレーターをしてます杉山と言います。よろしくお願いします。じゃあ、竹内さん、よろしくお願いします。はい。日本の京都で舞台美術をしています。竹内祐介と言います。よろしくお願いします。はい。で、今回はプラハ PQ2023、共通コンセプトがレアビジョンというコンセプトです。で、日本のブースはですね、そのレアビジョンを、漢字のマレという言葉で、考えました。マレというのには、2つ意味があります。1つはまさにレアという、まれなことということです。で、もう1つは、実は希望ですね、ホープという意味もこの言葉にはあります。で、地震や津波、災害などの多い、日本では、このパンデミックとかのこの災害の中にも、希望を常に見出してきました。それで今回、これを一つ私たち日本のブースのメインテーマとしました。で、もう一つが、つながる、コネクティングということです。はい。パンデミックの中で、私たちは分断を余儀なくされました。もう一度距離と時間を超えて、つながり直すということを考えます。で、今回は、日本、本当にプラハと、日本、かなり距離があって時差もあります。で、それをライブで中継しながら、デザイナーの方に作品について語ってもらおうと思っています。はい。で、今回、1回目なんですけれども、京都にお住まいの竹内さんにお願いしています。で、竹内さん、そうしましたら、この今回の、コンセプト、マレということとコネクティングということで、選ばれた作品について、説明をお願いいたします。はい。画面共有をしても大丈夫ですか？お願いします。はい。今回出展させていただいた作品は、泊まれる演劇のミッドナイトモーテル・ジューベロワーズという作品になります。で、今回の、この作品ね、泊まれる演劇ということで、実際のホテルにお客様、ゲストの方が宿泊しながら体験するお芝居になります。今回の、マレというブースのテーマに関わることなんですけれども、情報経緯についてお話、まずはできたらいいなと思っています。この作品ですけれども、もともとは2019年から企画が立ち上がって、2020年に上演される予定でした。ですが、コロナの影響で、その年は中止延期になりました。その代わり、4つのオンライン公演と、前日談、現地での前日談が、すべて設定、会場と場面設定の背景を共有するものなんですけれども、2021年までに上演されて、2022年にこの作品を上演することになりました。この作品は、2021年に上演されたものから、その時にできなかった演出を再度実現するために、企画上演されたものです。で、続けて喋っても大丈夫ですかはね。い。はい。で、このマレという今回のテーマに関わるところなんですけれども、コロナでオンライン公演を余儀なくされたことから物語をつないでたどり着いた上演というところが、つながるとか希望という今回の日本ブースのテーマに合っていると思いました。今、京都で新作が上演中なんですけれども、はい。今回の新作でようやく一部のキャストがマスクなしでの上演をすることができているので、これも希望になるかなと思ってやっています。今映っているのがマスクありで上演していた、この今回出展している作品の上演時の写真ですね。
経緯はこのようなものに。はい、ありがとうございます。で、ちょっと何個かご質問があるんですけども、このね、ホテル、泊まれるホテルっていうのがすごく面白い。劇場じゃないところでやってるということですよね。このこともすごくレアですよね。そうですね。観光産業もコロナによってだいぶ影響を受けたということもあると思うんですが、実際のホテルの、オフシーズンというか、を利用して、実際のホテルを使って演劇をしています。これ観客はどういう見方をするというか、どういう参加のされ方をするんでしょうか。お客さん、ゲストはですね、実際のホテル全体を、自分の足で、来ながら、自分で見るものを選んで、キャストとコミュニケーションを取りながら体験する内容になります。竹内さん、イマーシブシアターっていうことを、前おっしゃってくれてたんですけど、そはい。のあたりの説明もぜひお願いしてもよろしいでしょうか。はい。イマーシブシアターという、ジャンルの作品に関してなんですけれども、劇場で、劇場の舞台上で行われる、演劇とは違って、キャストとゲストが同じ空間で、自分個人の物語として、演劇を体験する内容になります。そう、なので、ゲストが、見るシーンとか、体験する物語はゲストそれぞれで違っていて、その見るもの、自分が見たものによってそれぞれの解釈が違うこと、肯定するような内容になります。これで竹内さんが一番工夫されたところとか、大変だったところとかあったら、ぜひ教えていただきたいんですけれども。大きく3つ、今回、今、シブシアター泊まれる演劇の舞台美術をやる際に気をつけたところを考えてみました。はい。1つ目が、見えない部分を、大きく見せるということです。ここに、画面に少し出てるんですけれども、隠れているもの、要は壁の向こうの音、匂い、明かりとか、壁の向こうから流れて空気とかを、見えてない部分に存在する何かというのを作るようにしました。というのも、イマーシブシアターの楽しみ一つに、自分たちが、ゲストが主体的に、情報を、得て、自分の物語を構築するということがあると思うからです。普段の劇場の公演をデザインするときよりは、特にホテル、現地のホテルで、演出家とか、他のチームのスタッフの、皆さんと、自分の足を使ってというか、現地で、足を動かしながらみんなで作るということがより重要になるかなと思っています。二つ目が、ゲストの存在を肯定するということで、ゲストが実際に舞台美術に触れたりとか、動かしたりできるので、その触った感触だったりとか、見る、位置とか角度の変化など、様々な情報を使って、ゲストの身体性を、自覚、してもらうを気をつけていました。ゲストの、存在を肯定することで、
それぞれにあなた個人の物語を体験しているということを、感じてもらえたらいいなと思っています。あれですね、だから参加する方々一人一人に自分だけの物語が出来上がっていくっていうことですね。そうですね、実際の感想を聞いていてもゲスト、あるお一人のゲストが、感じた印象と、そのラストシーンの印象と、別のゲストが感じたラストシーンの印象が、全然違う角度からのものだったりするのが面白いです。あと、特に気をつけていることが、もともとの、ホテルの構造とか施設、を完全に覆い隠してしまわないことです。この泊まれる演劇という企画で面白いのは、ゲストが、実際にそのお芝居を体験したホテルそのものに、一晩宿泊して物語の中に、なんだろうな、一晩いられるということがあると思います。実際にその観光で旅に行ったときと同じように、なんだろうな、その、旅先のちょっと不思議な思い出としてお芝居を、覚えていてもらえたらいいのかなと思っています。なので、実際にお客様、ゲストが宿泊する部屋と、登場人物が宿泊しているという設定の部屋が、あまりにも違う世界になっていると、なんだろうな、その自分、違和感が出ちゃう。そうそう。違うものとして、なんか、区別されちゃうともったいないと思っていて。はい。なので、同じホテルに、同じ日に、物語の中に存在するという、ことを大事にしています。今ちょうど画面に映っているのが、キャスト、登場人物が宿泊している部屋なんですけれども、はい、今、画面、写真の中には、あまり、写真の中に映っているもあるんですけど、実際の設備とかも、はい、あったり、ホテルの部屋でありながら、その部屋の主の心の中も表すというバランスに気をつけています。なんかね、フィクションとノンフィクションがここでもつながってますよね。その日常と非日常がつながるということが、よりなんか、どちらかだけじゃない、その交差点の面白さというのを、今渋シアターの楽しみかなと思っています。で、面白いのが、実際に来ていただくゲストの方なんですけれども、公園後にホテルの中で写真を撮る時間もあります。で、結構そのドレスアップしていらっしゃるの方が多くて、そうで、なので、その例えば旅先で参加したパーティーとかで写真を撮っているのと同じように、この技術の中で写真を撮られる、ドレスアップした方、格好で写真を撮られたりとかいうこともあります。その時の写真とかを SNS とかで拝見するんですけど、結構僕がデザインする時に思ってもいなかった視点というか、この角度で見るとこんな、なんだろうな、見え方をするんだという発見もあって、すっごい面白いですね。
もうなんかね、あの観客が単だ見てる人ではなくて登場人物にもなってますね。そこが面白いですね。あの実際にやっぱキャストとコミュニケーションを通って進んでいくので、あの毎晩の完全になんというかもう物理的に物語が違うというか、一回も同じことがないっていうのが、あの多分運営とかキャストの皆さんは大変だとは思うんですけど、一回も同じ物語に遭遇しないので、あの中にはあの上演期間が結構長いんですけれども、あのその中で何回もいらっしゃるお客様もいて、で来るたびにあの違うことを発見してあのくださるのが面白いなと思います。これ上演あの期間はどれぐらいなんですか実際に。あ、今あの、うん、例えば上演京都で上演している新作は、2ヶ月半ホテルで上演しています。なのでちょうどあの日本でいうとあのゴールデンウィーク明けからあのお盆の前ぐらい、うんうん、夏休みの前とかそのがきっとホテルのオフシーズンだと思うんですけど。なるほどね、オフシーズンにやるわけ、ね、はい、まだあのスライドありますか。あ、はい、はい、結構その写真になるんですけど、はい、あのミュージシャンの部屋ですね。これあの実際の上演あの時の写真なんですけれども、あのホテルの構造上あのドアをあの半開きにしておくとあの部屋の中を覗き見るような形にもなったりして、そのなんだろうな、キャスト登場人物がこちらに気づいている時とあの気づいていない時ゲストの振る舞いが変わったりするのも面白いですね。多分その結構ホテル全体で同時に進んでいる演劇の中で、あの多分誰も見ていないシーンでも、うん、あの実はあの進んでいる物語があるっていうことがあるんですよね。なんかそれがやっぱり実際の世界でもそうだし、はい、誰も見てないと思ってても実は覗き見てた人がいたとかいうのもやっぱ起きるのが、うん、今しぶしやったかなと思う。これあのゲストがキャストを覗き見るっていうだけじゃなくて、うん、ゲストが見てない時にあのキャストがこっちを見ているだとか働きかけるだとか、うん、ゲスト同士でも同じことが起こっているとか、うんうん、そういうことも実は物語上影響することがあってあります、はい、そうなんかでも見られていないと思って、うん、一つの部屋を探索したりとか何かその見ていたりしたっていうのを登場人物に見られていて、あなたさっきああいうことしてたわよねとかいう会話につながったりしますね。そういうそういう状況をより多く作るという意味でも最初に最初のポイントとしてお話しした何だろう見えない部分を大きく作るだとか、はい、うん、いう
ことが結構重要になってくるかなと思いました。竹内さん、本当どうもありがとうございます。 Thank you very much、はい、今後、こういう演劇イマシブシアターみたいなのが増えていくのか、あるいは日本のその将来の舞台芸術どうなっていくというふうに考えていますでしょうか。実際その、まあ、コロナ禍でも、うん、体験型の演劇というかイベントそのというのはどんどん増えてきていると感じましたし、この作品のお客さんにも例えば日本で流行っている謎解きイベントだとか、はい、その体験型エンターテインメントのお客さんもたくさんいらっしゃってるのたくさんいらっしゃってますね。そうなので結構なんだろうな、イベント的な体験的なその、うんうん、エンターテインメントと劇場で鑑賞するそのっていうのがそのなんだろうな、その間のグラデーションとかがもっと多分多様になって増えるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。で、そうですね、こちらだいたい今11時40分だいたい40分いいところかなと思ってます、長さ的にね。で、まあ今会場はこんな状況なのでちょっと見せます。はい、竹内さんはあとあれですよね、いらっしゃるんですよね、はい、プラハに。そう、何日か後に参りますので楽しみにしています。あれって見せますか、スケッチアップの会場のデザイン案のあれみたいなやつ。ぜひぜひ。あ、じゃあちょっと、まだお時間大丈夫です。大丈夫ですか。これ実際にそこにいているものとは違うんですけど、当時デザインをみんなで考えてたときに僕が出した案ですね。すごい。これもその謎解きイベントというか、本当体験型の空間になってますね。そうですね、これは日本のふすまだったり障子を組み合わせて、ゲストが実際に扉を開けながら発見していくっていうコンセプトで描いたデザインね。はい、ありがとうございます。はい、今日はね、トークはい、もし会場の方から何か質問があればなんですけど、ちょっと、お聞きしたいと思います。あ、中村先生、これでデザインのプロセスに興味があるんですけど、先ほど会場の写真でデザインでお使いになってたソフトウェアはどういうものですか。やっぱああいうものは使いやすいですか、デザインをする上で。一度見せしますね。はい。スケッチアップというソフトなんですけど、結構感覚的に操作ができるので、うん、僕はよく使ってますね。結構その普段の美術の打ち合わせでも客席のここからはこのように見えますとか演出家に見せながら、うん、色とか大きさを変えながらお話ししてます。はい、ありがとうございます。 Thank you very much。 じゃあぜひプラハでお会いしましょう。はい、楽しみにしております。
はい。Thank you very much. Thank you very much. さようなら。